I'm <laughs> sorry. 始まりまりしもちあチャンネルです今回はですねはいタダのスタジオにいるわけなんですけども2学期の勉強法っていうのをやっていきたいと思いますね1学期終わって夏休みももうすぐ終わるとかもうすでに終わったって人もいると思うんですけど、まあ、この動画撮っているのは8月の後半なんですけどこの2学期に行くこれから行くっていうのにかけてですねきちんとそれまでにやっとかなきゃいけないの終わってるかっていうところをね見ていきたいと思いますまあ受験生を中心にね話していきます基本的にはまあやることっていっぱいあるとは思うんですがやはりね まあ単語は続けていってください。これ終わりないので、単語帳って。どうせ最後まで終わったとかありません。まあ何周したとかって言ってる人いるじゃないですか。6周しました、何周しました、8周しました。ね。周しても何なのって感じですけど、それを覚えてなかったら意味ないですからね。まあ、ぐるぐる勉強法の動画とか出てますから、きちんとそれ見て、単語のやり方は知っておいてください。そして、ある程度覚えてる状況にしておいてください。結局、受験のね、最後まで単語帳見てるってことはほとんどになると思うので、全部覚えきれなかったっていうのは、それはあると思うんです、それ全然構いません。ただまあ単語帳は引き続き続けると。 で2学期になったらプラス自分の受ける大学の。 過去問で増やしていってください過去問やって,ってああこれ出会ったぞあまたこれ出会ったっていう感じで増やしていってくださいやっぱ総計って載ってないのもいっぱい出てくるわけですよ単語帳にねで単語帳に載ってないんだけどよく出るものっていうのはあったりしますのでだから単語帳で自分自身は合格は変わらないと思ってますから、ね、だから単語帳はやるのは重要ですやるのは重要だけど最終的には自分の受ける大学がどういうのを出してくるかを知らなきゃいけませんだから2学期は過去問とかやる人も多くなりますよねだからここで増や えつ、ー、いて文法ですね。えー、もう単元別の勉強っていうのが夏までに終わってるっていうのを前提としますね。えー、だから例えばね単元別のやつもねもうすべて終わりっていう形になるんですけど、大きい単元はすべて終わるようにしてください。そこから、えー、形式別の勉強に移らなきゃいけません。 形形式式別って何出題形式ですね自分が受ける大学がどういう形式を出してくるのかっていうのをきちんと知っておかなきゃいけません。ね、だから文法ってったって一応例えば講座ではちゃんと単元別終わってアウトプットできるかっていうのを示すので、まあ、4択の問題をやるのが最初はバーって続きますけどもそれだけじゃないですよね入試問題っていろんな形が出題されるわけですから自分が受ける大学のものを知っておかなきゃいけない生語問題が出るんだったら生語問題絶対やんなきゃいけないですね。他にも会話問題とかあるじゃないですか会話が出るんだったら会話やらなきゃいけない。 正正常常問題極正常ですねっっていいいうのがあるんだったらやらやななきゃいけない共通語補充とかですね言い換えとかでさまざまなものが出題されますので自分の受ける大学をきちんと調べとかなきゃいけないだから過去問を全部解けとは言わないですよ解けとは言わないけれどもきちんとどういう形式が出題されるのかは知っといてくださいでその出題形式に合わせて対策してくださいね。 ねまあ、今は、ね、ネットの時代なんで調べればいいわけですよ自分の受ける大学と同じ出題形式のも,う、ね、ものが出るところを見ればいいわけですよ生後問題が出る大学とかって調べればそれで出てくるわけじゃないですか,だからここを確実にやってください、えーえー、そして。 え、構文構文とか解釈って言われたりもしますね。これま呼び声によっても違う。代わりだったら解釈。四隅だったら構文って呼んでますけど、そういう風に呼び名は違うんですけど、そうですね。あの s とか v とかどこからどこまでが説だとかっていうのが分かるってやつです。はい、ではこれはおしまいです。まあ、有名なものですね。まあ、全部超マニアックなものまでやるとは言わないですけども、これはもう一応、単元別と同じように終わってる状況ですね。構文はもう勉強済みっていうのもう夏までに勉強を済ましておく。 でそこから、ねまあ、有名な単元みたいなのがあるわけですけどざっと式別とか図の式別とかあえものはもう終わってる状況にしておいて演習ですねで特に和訳が出るんだったらやっぱ和訳の演習に入らないといけないですからねなんでこういったところになります。でそして読解ですね当然 まあ公文が終わってそこから読解へっていう人もね、えー、多いとは思うんですよ一文一文が読めるようになってから塊で読めるるよううにになるっていう風になりますでこれまだから基本的には、まあ、いっぱい解けばいいとは思うんですけどやっぱ形式も知っておいてください。 でまカッコしてあるのはまだこの公文一文一文読めるけど全然塊になると全然読めないんですって人はちょっとやっぱり一個一個を読んでいくっていう訓練もしなきゃいけないので一応カッコして形式別としておきます。でなるべく早く形式別に移ってください。長文だっていろんな形式があるわけですよ。ね穴埋め問題が出てきたりとか文の言い換えが出てきたりとか内容一致問題だって説問があって4択になっているのもあれば9つとかブワーって選択肢が並んでてそれで解いていくっていうねかなり かなりいろんな出題形式がありますからだから出題形式別に移っていかなきゃいけないわけなんですが、まあ、ただやっぱまだまだ読めないと一分一分はなんとなく読めるけどきちんと文の塊でできたらわかんないとかっていう人はちゃんとバどっかのね参考書でもいいしね授業をやったりしてそこで学んでいくっていうのが大事です、はい、まあこれが基本的ですが、まあ、基本的には形式別ですねそこに移るっていうのが 二学期だだと思ってください、ね、今まではなんとなくやってきたけどなんとなく文法って言ったら「は時制があって文系があって」とかってやってたのから一歩先へ進んでバラバラにだって出てくるわけじゃないですか実際は今回トゥーフテイシですとかっていうふうには出てこないからトゥーフテイシの問題だけが並ぶとかないじゃん順動詞の問題だけが並ぶなんてことはありえませんのでどういうふうに,ごち,ゃ混ぜにごちゃ混ぜになってても大丈夫なようにしてください。はい、でこれが二学期のまず基本だと思ってください。で当然、ね、これだけじゃないです まだ私はいいろんんなな形式やらきゃいけませ英、ね、作文あ,りますよ、ね、あこれもね分かれると思いますけど教える人にはまずは書けるようになろう英語を書けるようになろう和文英訳からきちんとやりましょうっていう人といやいやもう自由英作からやるなよっていうね自由英作ある人は自由英作やるんだっていうふうに分かれると思います。 こっっちがあって和文訳があって受英作があるって考える人といやもう全然別スポーツだよともうね受英作と和文訳全く違うものなんだ、まあ、自分自身は解く時全く別物だから受英作やる時には日本語返さないから全然違うんですけどまあそんなのって一般の受験生には難しいので別にその和文英訳からやっても構いませんでその時にやっぱり和文英訳ってこれはどちらにも言えることですがまず書ける表現を増やさないと話にならない。 書けなかったら話になりませんからえきちんと書ける表現を増やしていってくださいこれはまあ参考書でもいいですしとにかく書けない表現で書こうとする人が多いね。もうとにかく書いたことないけどとりあえずこれでやってみようみたいにねやってる人があまりに多すぎるんですよ。そうすると大体間違えますからねなんできちんと書ける表現を増やしなさいですねそれは和文英訳でも英作でもいいですね自由英作の場合だと書ける表現を増やしていってえプラス 型を例えば僕最初に結論を述べてその後にこう理由を書いてとかね、えー、そういうのあるじゃないですかイントロダクションがあってバーディーがあってコンクルージョンがあるとかああいうやつですそういった型を覚えますこれもだから出題形式に合わせないといけません自分のね大学が出すものによって合わせますさらには内容をかけるネタがなければいけないから,そうですから自由英作っていうのはめんどくさいです まあこれ夏までに終わってる人はいいんですけど型を知ってそしてネタを知るとですねネタがないといけませんだから考えたことないのが問われちゃったら大しまいでしょでまあ環境問題とかよく出るわけですけどねあなたがじゃあこのプラスチックごみを減らすためには何ができますかって言われた時に何も考えたことがなかったら書けないですね そうだから書く内容っってていいいうもののちゃゃんと知っておかなきゃいけなきけでこれらはまあいろんなね集めなきゃいけないネタをそれは長文読んでってネタ集めしてもいいしだからやってる人いるよちゃんと長文読みながら「あこの表現使えるな」って思ってこのネタが出てきた時にこの表現使えばいいんだって言ってメモしてる人とかいますからねそういう準備してる人としてない人では全然違うからそういうのも知っておいてくださいでこれもだいぶ受ける大学で違うから自分のことが聞かれるのかとか社会問題が聞かれるのかとかね そういうのは分かれますのできちんとアンテナ張っておいてくださいで、あとはリスニングですねリスニングどうやってやったらいいかわかんないよっていう人も多いんですが、えー、リスニングはとにかくまずはいつも言うのは単語ですから 知らない表現は聞こえませんだから9月になったらその単語帳がもう終わってるっていう状況ある程度ですよ全部覚えるとは言わないけど単語学習が終わってるのでだから聞こえるものが増えてるっていう状況にしておいてださいねでそこから形式別ですこれもまず聞こえないのは話にならないから聞こえるようにしてください聞こえるようになったらその出題形式に合わせた訓練をしていかなきゃいけないですね だってもうバラバラじゃないですか出題されるものってまあ共通テストだっていろんな形式が出題されますよね。それに合わせた対策をしてこなきゃいけないですね。だから問題の形式に合わせて勉強するっていうのをあんまりやらない人が多いわけでとにかく聞こえるか聞こえないかの勝負だって思ってる人そんなことないですね。リーディングだってそうじゃないですか読解問題だって読めるか読めないかの勝負かって言ったらそんなことないですね。かなりの場合。 出題形式を覚えておかないと立ち打ちできないって問題いっぱいありますからきちんとそういった対策もしておかなければいけませんそう、だからわかりますね基本的に2学期っていうのは形式別に移るものだと思ってくださいね。今までやってきた基礎的な知識を使って いろんな問題を解いていくその解いていく訓練が必要なんだっていうふうに思ってくださいそう解けなかったら意味ないわけですよ分かったぞ聞こえたぞ読めたぞでも解けなかったじゃ意味がないわけですねそうだからこういう出題形式別でやっていくんだって思ってくださいでその出題形式が分かってるんだったらなるべく過去問やそれに沿った問題を見つけてたくさん解くんだ大量演習ですね たくさん解くんだっていうふうに思ってくださいこれがね非常に大事になりますからこういったものができるようにしてください これがでででききるかかないかによって全然違うのでだから夏の段階でここまで行ってないよまだまだ単語も全然知らないし書ける表現も全然ないんだよっていうのに、ね、やったってそれは辛いだけですから当然基礎は大事ですよ、ね、まあ今この動画見てて夏休みがまだあと1週間ぐらいありますとかだったらぜひそこに力を入れてくださいでその後で形式別のね勉強に移ってくださいということですはいまあ私も今ねただいの形式別取ってますからぜひねそれを活用してもらえればいいんじゃないかなと思います。ご、はい、ご視聴ありがとうございました ーングでね、この動画が良かったら高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。